30の。ああ。保険のバケツか入れると6キロぐらい減るっていうのは。ああ、バケツで。バケツで。うん、なんか、シムさんから、うん、バケツの方意外といいよぞ、いいぞっていう、アドバイスいただいて。お客さんに詰めさせるのか。そう。うん。だからお客さんに詰めさせて、うん、あのバケツ詰め放題なんぼというふうな感じ。そうそうそう、うん。いいね。300円で。300円。あ、そう。で、6キロ。6キロぐらい。いいかな、と思ってやんなきゃいけない。まず、あの、やってみて、うん、あの、我々の想像をお客さんの、だからね。ああ。うん。あの、想像したように行かなきゃいけないから。ああ、いいサイズでしたね。30トンぐらいあるんだよ。こっち？何本作ってたの？11丁分。11丁分。いや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 。何今年やっぱり天候の関係ですか？ああ。サドイモはでっけかったんだと思うな。サドイモはでっけくできたけど、玉ねぎは。銭金の問題じゃなくて、このままだと目が出てしまう。